フリージアは、アヤメカフリージア族、反対感性球根植物の種の一つ。または、フリージア族の総称。日本では、別名として、勝負と水仙双方に似ていることから、勝負水仙、花の色から、アサ木水仙、甘い香りから、高雪卵その他、小アヤメ水仙などと呼ばれている。南アフリカで、植物採集をしていた、 デンマークの植物学者エクロンが発見した植物を、親友のドイツ人の医師フレーゼに懸命している。南アフリカのケープ地方に10種余りが分布しているが、オランダでの品種改良により現在では150以上の園芸品種が存在する。休眠期は、夏で楽鏡によく似た休憩になる。葉は、剣型で、数枚垂直に立ち、路地上では春に、 草丈が50から100センチメートルくらいになり、水上過剰なし、白、黄色、紅、ピンク、赤紫、藤色、オレンジ色などの6弁花を6から12輪くらい咲かせる。白、黄色は切り花に多く用いられる。他の色は、病気に弱く切り花生産が難しいため、生花市場ではあまり流通しない。千葉県南部や静岡県沿岸部など、 強い紐の降らない地方では、路地えで栽培できるが、東京あたりでは、霜除けが必要である。鉢植えの場合は六寸鉢に七級植えにし、冬の間十分に火に当てるようにすれば球根が十分な養分を持っているので、特に肥料を与えなくても良い。アフリカ原種である黄色、白色のフリージアは、金木犀のような甘い強い香り。くれ 紫系は、木花種ほど強くはないが、甘酸っぱい果物の香りがある。花言葉は、フリージアの色によって異なる。白は、あどけなさ、木は無茶気、赤は純潔、紫は、憧れ、泡紫は感受性を表す。東京都八丈島では、毎年3月の春分の日から4月上旬まで、フリージア祭りが開催されている。八丈島を訪れた。 観光客に対して花の摘み取りや八丈島の郷土料理のサービスを行っている。ありがとうございます。